でも表向きでは、とっても、再開発の地域ですので、すごく綺麗で美しい街並みだなと思うんですね。しかしその人間関係を見ていると、一人ずつの人間というのはやっぱりすごく孤独感を強く感じていて、お互いの、交わりというものがすごく少ない街だなというふうに感じます。とても新しい場所であるがゆえに、人々は、とても孤独を感じています。孤独を感じるけれども、しかし、新しいがゆえに新しいことにトライする、また新しいことにいろいろと挑戦していく、そんなポテンシャルも秘めている場所です。だからこの街の中でも、このいろんなビルでも、本当に何回かの人が、何回かこう自殺の事件があります。人が、ベランダから飛び降りて亡くなっていく、そして周りの人たちは全然知らない互いのこと。ここで私たちは私たちがここで教会を始める前は、ここに教会はありませんでした。15万人ぐらいの人が住んでいる、そういう場所であるにもかかわらず、ここに教会がなかった。グレースハーバーのことを知っている住人というのは、やはり一部分であることは正直あるんですけれども、それでもその人たちがグレースハーバーチャーチのことを知ったり、このコミュニティで働いている人たちのことを知ったり、接する機会があると、やはり皆さんすごくまずは驚いています。そしてこういうふうな人の心と心の触れ合いがあるような、そしてすごくウェルカムな温かい環境があるっていう、で自分自身で いられるっていう環境が存在しているということにすごく驚きを感じているようです。で、私もその一人だったんですけれども、その中で一緒にみんなで生活していて、その中で神様の存在を知っていくっていうことによって、皆さんがやっぱり生きる意味をもう一度再確認して、自分の存在とか家族の存在をさらに大事にして、この地域に住んでよかったっていうふうに本当に、心の奥から思っているっていう話をとてもよく聞きます。で、日本人には日本人のほとんどがある統計でいうと 95% 以上 の日本人は、クリスチャンに、会うことなく、一回も会うことなく人生を終えていくっていうふうに言われています。だから本当に教会開拓が必要なんだと思ってます。日本っていうのは宣教のフィールドとしてはあんまり考えられていないように思います。私はジョン・ファイルと申します。宣教師として東京に来ているのはもう6年目ですね。結婚していて子供が5人います。It's very encouraging and inspiring to partner with Seima, our pastor here in Tokyo. There are so few trained and equipped leaders, young leaders within the church in Japan. There is still very much a need for missionaries, for those from the outside to come into Japan to be pioneering in church planting, to be partnering with Japanese nationals, to be working with existing churches. ですから今何が必要なのかというと、本当に福音を伝える人たち、そしてどうやって福音に根ざして生きていけばいいのかっていうのを日本人の中で見せていく人たちじゃないかなというふうに思います。日本人の中でクリスチャンは少ない、特に男性は本当に少ない。そういった中で世界中には本当に、クリスチャンの人、そして男性、そして本当にまた福音に心動かされて伝えていきたいという、そういう思いを持っている人たちっていうのは、このアクス29のネットワークをはじめ本当にたくさんいるんじゃないかなというふうに思います。ぜひ日本のことを覚えて、この日本に来て、そして日本で福音を伝えていくということを真剣に考えていただければなと思います。